はい、今日もあなたと百姓天国、本日は7月の3日月曜日になりましたね。はい、ということでね、今日は曇りですな。はい、今週もまたね、ちょっと週の中日あたりが、水木あたりが雨予報出てますけどもね、だんだんとこう雨が少なくなっていく感じで、どうですかね、早ければ来週あたりぐらいからね、来週雨1回降ってそれで終わりということで、もしかしたらね、7月半ばで、梅雨明けってことになるかもしれませんね。はい、出てきましたねこいつらが。ほら飛んでるの分かりますかね。はいはい、さあかぼちゃ畑に来てるんですけどね、この最後のね雪化粧かぼちゃがいい感じですね。こうやって全体を覆って、またね白いあの雪化粧ね、ミニじゃない白いかぼちゃがね、これで来年の3月まで持たせなきゃいけないんでね。ということでかぼちゃはね、結局6月から出したとして、まあ6月いつから出しましたか、6月の半ばぐらいから出荷しましたかね、ミニかぼちゃ、そうめんかぼちゃからスタートして、そして来年の3月、はい、だから6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、はい、こんだけ出すんですよね。ですのでかぼちゃはねすごく大事な一品なんですね。かぼちゃをねある程度買ってね、10ヶ月、今言ったように10ヶ月ぐらいですかね、出し続ける一品としてね、出し続けることができれば、セット野菜としては幅が広がるわけですね。はい、獣害。ね、今日もちょっと時間あったら取りたい、収穫したいんですけどね、かぼちゃね、いろんなのがもうできてきてるはずなんですね。そうめんかぼちゃはもう多分最盛期を迎えてて、はい、コリンキー、はい、コリンキーがもうできてきましたね。はい、こんな感じですね、わかりますね、コリンキーね、こうやって完熟になると赤くなるんですね。でコリンキーはね、九十九里かぼちゃなんかよりも全然もう落ちがいいんですよね。なのでコリンキーって本当はね、こう未熟な段階でこう皮を剥いて食べるっていう品種なんですけど、完熟にすると餅がいいということね。このあの白ホワイトミニかぼちゃももう取らなきゃいけないですね。ちょっと忙しくてねやってられません。ホワイトミニは多分今7月か、7月いっぱいまで持たない感じですね、早めに出してしまって。はい、ということで、もうズッキーニがね、こうやって自然とね、もう枯れ上がっていきます。1番手、2番手、3番手あたりまではこういう感じですね。はい、まあしょうがないです。路地はこうなるんですね。はい、まあ予定通りというか、はい、こんな感じですね。もう後半戦でね、今7月入りましたよね。だから7月の半ばまで引っ張れば勝ちなんですよ、ズッキーニはね。で、また秋ズッキーニね、7月の終わりか8月頭ぐらいにもう一回巻いて、で、秋口ね、8月の終わりか9月の頭ぐらいまで出せればね、それでもう御の字でございますね。はい、ズッキーニってね、本当にこう長期で取るのが難しいんですよね。ハウスで作ってもね、多分そんなには安定しないというかね。だからこう図体だけでかいけど根張りは弱いしね、根っこはもう片手でこうやってボーンともやったら抜けるぐらいなんでね。だからこうなんて言ったらいいんですかね、体ばっかり大きくてなんか根性なしって言ったらね、ズッキーニ君に失礼ですけど。長期で取るのが難しいですね。多分ね、ズッキーニ専業の人たち何ヶ月取りますかね。1ヶ月は取ると思うけど、2ヶ月取ったらすごくないですかね。どうやって取るんだろうって、雨よけをしつつってことだけどね、難しいと思うな。はい、そんなことでね、はい、もうかぼちゃね、どんどんこれもね収穫して、これも一気に出していきますね。この極早生のかぼちゃはおそらくあんまり持ちませんね。なので、いや今日取らなきゃいけない、今日忙しいな、今日トラクターかけなきゃいけないしね、今日はもう一日トラクターに乗ってなきゃいけない日なんですね。はい、よいしょ。さあそんなことでね、さあさあということで7月入ってね、これでもう先週でキャベツが終わって、すべて春野菜は終わりましたね。
本当はもうちょっと引っ張りたかったんですけどね、ちょっとキャベツが持たない、はい、ということでこれで全てね、春の野菜が終わりまして、7月からねもう夏野菜のみでね勝負をかけていくわけですね。7、8、9とね、この3ヶ月間はもう夏野菜中心なんですね。で9月ぐらいからね、で、来週、今週かね、今週夏白菜タイニーシュッシュというね夏に収穫できる白菜を植え付けます。それで調子が良ければね7月の終わりから出荷が始まりますという形でね、少しずつね、秋冬を意識した作付けに入っていくんですね。そして、9月とかね7月8月9月とね、例えば9、もう今の時点でナスがおそらく壊滅すると思いますね。これも止めようがないんですね。そうするとキュウリとミニトマトを引っ張っていくしかないですよね。あとは何でしょう、トウモロコシもねそんなにたくさん作ってないし、ハクビシンさんとの共同出荷ですから、これもハクビシンがねもう猛威を振るったらあっという間にトウモロコシがなくなりますので、そうなってくるとね8月9月と後半が厳しくなってくるんですよね。はい、野菜がないというようなね。まあでもそれでも12品は必ずありますので、まだ例えば玉ねぎを温存してますね、じゃがいもも出そうと思ったらまだいくらでもありますね、かぼちゃもこうやってねいくらでもあるので、今2品種出してますけどもね、こうやって2品種ずつ出していけば、12品を切るということは基本的には我が農園にはないっていうことがねポイントでございまして、はい、そんな感じでね、これから夏野菜のみのセット野菜に入っていきますけどね、ここから秋に向けてね作付けを頑張っていかなきゃいけないということで、もうどんどん7月に入りましたんでね、はい、忙しくなってきます。7月忙しくて、そして8月はさらに忙しくて、9月はもう何が何だかわからなくなる、それが農繁期でございましてね、7、8、9とこれからね、どんどんギアを上げていかなきゃいけないということでね、はい、こうやってね1年間の間にね春夏の、例えば5月ですよね、5月が一番忙しい、今度は秋冬の5月と9月ですね、8月9月ね、この2つがね、忙しいんですね。でここを乗り切らないとね、やってこないわけですよね。クリスマスはやってこないということでね、まあこの1年間の間にねこの5月と9月をねいかに乗り切っていくかっていう、このね最大の山が2つあるわけですね、こうやってね。でこれをねうまくこう体調などね、うまくこうコントロールしながら、やっていくっていうのが、まあ我が農園においてはですけどもね、大事なポイントでございます。で毎日基本的には週2回の出荷がね永遠に続きますから、はい、12月31日も出荷して1月1日も出荷があるわけですね。ですのでこのパターンを崩さずにねずっとねペナントレースがずっと続いていくわけです、ね、休みなんてものはないの でこれをね維持しながらうまくね自分のモチベーションを維持する、ね、自分の体調を維持する、ね、それが必要になってくるんですね。ですからこういう暮らしをね10年20年ってやると僕のようにね移転したくなるわけですまあそれは別の話ですけどもね、うん、はい、ということでねズッキーニがもうこれで終わりになってきておりますね。こうやってねあっという間にねなくなっていくんです、こうやってね、はい、ということで、7月半ばね、あと2週間できるだけねもうナスがおそらくダメなので7月の終わりぐらいまで持たせたいけど、まあ無理ですね、はい、ということで今後のね7月8月9月のこの展望をちょっと話しましたけども、かぼちゃは順調ですね、はい、ということで今年はかぼちゃね、よくできて、ね、ここの果てが良かったので、ね、来年が頭痛いですよ。来年かぼちゃやるところはないですね、はい、もうだからね畑が本当にね一軍としてね使えるレギュラーが本当に少ないんですよ。だからここがねこの畑が手に入れば僕もちょっと安泰だったんですけど、ここの畑を失うことになったのが痛いですね。でやっぱりこうやってね土っていうのはすごくいいところとそうでないところってやっぱり同じ畑に見えますけど、そこにじゃあ持っていくのに1年や2年では持っていけない場合があるわけですね。でここの畑みたいにねある程度もこうやって出来上がっていれば何の問題もないんですけど、でこれ以外にね畑があんまりないんですよね。いい畑が空いてる畑いくらでもあるんですけど、ほとんどねもう耕作するまでもなくダメな畑っていうのが大体空いてるわけですよね。この辺がね残念ながら関東とはもう雲泥の差でございます。正直ね向こうの関東の 1.5 群がこっちの1群ぐらいな感じなんですよね、はい、なのでね正直本当に
うん、その意味でも結構厳しいんです。はい、なのでね、ちょっとこれからね、で多分3軍が1軍になることはもうないです。基本的に3軍を2軍に持ってくることはできますね。なので多分20年かかっても3軍は1軍にはならないんですよ。はい、残念なことにね、2軍を1軍ぐらいまで持ってくることはできますけど、3軍はね、だからあれと一緒ですよね。普通の人がね、野球をやったとしてどんだけトレーニングしたって140キロ投げられないでしょ。普通の人はそうなの、持って生まれたものなんですよ。そういう意味で3軍の畑は2軍には持ってくることができるんです。だから最悪ね、さつまいもとか葉物とかね、落花生とかそういう肥料分の全くないもの、インゲンとかはできるようになると思うんですけど、1軍にはならないですね。そこがポイントでしてね。だから逆に言うと、なんていうんですかね、2軍を1軍にすることはできるわけですから、2軍を探さなきゃいけないんですね。でもその2軍もなかなか難しいんですよ。はい、ということで、見極めが大事なんですね。だから今言ったように3軍を1軍にしようということは無駄なんですね。そこに例えば20年かけたとして、私20年後にはこの世にいませんからですよね。だから3年5年というスパン、ね、その期間の中で2軍を1軍に持ってかなきゃいけないですね。はい、若手育成をしていかなきゃいけないわけですよ。そういう意味で無駄なことはとにかくやっている時間は余裕は僕には一切ありませんので、その見極めが大事なんですよね。はい、ということです。だからね、この4ターンを失ったのはね、ちょっと大きいんですよ、僕にとってはね。結構これは僕にとっては大きかった。ここが手に入ったからね、ちょっと安泰かなと思ったんですけど、ここがないということになるとね、まあ離農するところまで行きませんけどでもそれに近いような状況、要するにね、ではあるんですよね。なのでね、他のところの畑、例えば今年こうやって2年目ナスが良くない、これも明らかに土の問題なんですよね。関東ではこんなことないわけですから、そういう意味ではね、やっぱり土なんですよね。当たり前ですけどね。はい、肥料入れればできるってそんなことではないのでね、土を作るね、それは、いつも言うことですが、炭素をちゃんと作ってね、こうやってこう土を豊かにしていくね、それにはやっぱり多少時間がかかるので、はい、ということでございまして、頑張っていきましょう、この7月8月9月ね。はい、夏が来ました。それではまた。